はいはいはい、皆さんこんにちは、サンライズトラベルです。ここはね、南富良野町、先ほどあそこの民宿岩本さんの宿で泊まらせていただきました。本日は、てかこの動画はですね、ビクトラ駅を紹介したいと思います。こちらはビクトラ駅近くにある踏切です。列車は通ることはないですから、ちょっと見ても大丈夫でしょう。ちなみに今は日の出明けということで、気温はマイナス9度となっております。めちゃ寒い。あそこは多分スキー場でしょうか。名前はどっかに書いてるかな。ちょっとすぐには見当たらないですけど、寒い。うわすごい、除雪されてないとコーンすごいことになってしまうんですね。いやもう列車が通っていたとは思えないような、そんな現状ではありますが、まだここは綺麗な区間なんでしょうか。 YouTube で見ました落合駅の方がさらにひどいと聞いております。うわなんかとても悲しいような寂しいような、そんな感じですね。この踏切ももう点灯することはありません。ちなみにただいまの時刻はね、だいたい5時50分を回ったところ、落合始発のね代行バスに乗って今日は下金山駅まで向かっていきたいと思います。ビクトラ駅のバスが6時13分発なので、それまでしっかり見ていきたいと思います。ビクトラ駅の隣にあるのは南富良野情報プラザ。多分この中に根室本線の記念の切符とかいろいろ置いてあるんだと思いますが、まだ開いてないので、8時半まで開かないらしいので、ちょっと今日は見ることができません。ちょっと残念です。ビクトラ駅へやってきました。映画のロケ地として、まあ、有名で、映画ではフロマン駅として使用されました。鉄道員ポッポ屋ので使われていたキハ40もまあ半分ではありますが置いてあります。そしてこちらにあるのがだるま食堂、映画でも使われてきたお食事どころです。実際に食べることは多分できないと思います。鉄道員じゃないわ、キハ40は中に入ることもできます。あでも今冬季期間のため閉鎖しておりますということなので、ちょっと窓から覗いてみましょうかね。中は、まあ、ちょっと見にくいですけど、こんな感じとなっております。至って普通のキハ40といったところでしょうか。なんかいろいろちょっと写真とか見えますが、ちょっと見にくいですね。ここがホロマ駅じゃない、間違えた、ビクトラ駅です。3月31日をもって、廃止されます。本当のビクトラ駅の名前は右上に細々と書かれています。郵便ポストついています。それではビクトラ駅の駅舎の中に入っていこうと思います。いやね、北海道来るまでに鉄道員のポッポ屋の映画見てきたんですけど、いや本当にね、映画の中とほぼ一緒なんですよね。最後ぐらいね、このビクトラ駅に列車が来てもいいとは思うんですけど、それもなかなか難しいんでしょうね。
もうなんか想像以上にすごい素晴らしい駅だな。やべえ、ちょっとこれもう一回行きたいわ。え、どうしようかな。ちょっともう一回行きます。ここちょっと虎のセンターとかの中も見て、北の大地入場券行ってみたいですし、ポップ屋の展示物とかも見てみたいですから、せっかくなんでちょっともう一回行きます。ここはい、ワンマン乗車口後ろ方面って書いてあります。あーすごいすごい、現役の駅とは思えないけど、でもなんか美しい。いや本当に美しいですね。このね、また朝焼けとマッチしてるのがまたいいんですよ。いやちょっとね、心動かされますね。1年前に留萌本線にも乗ってきたんですけど、その時にもですね、映画では飛鳥駅という名称で、使われていた駅があったんですけども、その時はですね、もう車窓だけで飛鳥駅を降り立たなかったんですよね。いや今回はですね、行くとらせっかくなんで、立ち寄ってみようということで、降り立ったわけなんですけども、降り立ってみるもんなんですね。すごいわ。そして落合始発の代行バスに乗って東シカゴ駅まで向かっていきます。というわけで下金山駅に到着しました。イクトラ駅のね、動画はいかがでしたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。